エンジンは、FZR1000 の、エンジンを換装して今購入を取って乗ってます。1985年式のバイクです。で、僕が買ったのが30歳の時で、最初乗ってたんですけど、でその時に、車にはまってしまい、チェイサーを買ったらそっちの方が全然早いじゃん。あ、バイクお休み。17年寝かしました。カバーかぶしたもん、そのまま17年。そもそもその中古車でこの FZ7 半、はい、買おうと思ったきっかけって何だったんですか？もともとね、箱根でずっとRZ で箱根を走ってたんですよ。ツルサイクルで。で割と2サイクルばっかしだったんだけど、 RZ もう3台4台ぐらい乗り継いだのかな。でもさすがにその30歳になったのに250ちょっと寂しいな。このね、革命2頭がね、なんともやっぱ当時の80年代バイクの象徴みたいな、スーパースポーツではない、もうちょっと砕けた感じ。これ乗った感じはめちゃめちゃ速いですか？今は速いです。ビュッて開けてちょっとゴンとかスッて浮いちゃうぐらい。当時7班で乗ったのとこの 1000cc と、もう全然違う。全然違う。僕の方が調子悪かったのかもしれないけど、その7班の時は、小さな加速をしちゃってたから、余計に7班こんなもんなんだみたいな。RZ は多分速すぎたんですよ。軽いし、で実際エンジン350になっててチャンバーついてて、で何やって多分当時で350で70馬力ぐらいは多分あったんじゃないかな。でも車中から考えたら とんでもなく速いじゃないですか。それこそ2速でもピュッてやるとスーってフロントが浮いちゃうぐらいのパワーはあったんで。でそれから比べると7班重いし、で確か FZ7 班75馬力ぐらいしかなかったはずなんで、輸出仕様の FZ7 班 3KS っていう方のやつが100馬力だったんですよ。割と好きな人たちはそっちの輸出仕様を買ったりとかしてたんだけど、そのニコイチするからいいや、そのうちってずっと思って。でも当時やっぱ FZR1000 を買おうとするとまだ型も新しかったから40、50万ぐらいしたんです。値段も高いし、こなれてからでいいや、おやすみってカバーをかぶしたまま17年見る。そうで、ちょうどその17年寝かした時に、編集長の GWAX の編集部の石川さんの編集長から連絡が来て、たまたま編集部で話をしてて GWAX バイクっていうのができるんだ。で、金子さんなんかネタないです、ね、いや実は FZ7 班持ってるんだよね、ページ上げるから起こしてください。お金は出さないですけど。これ17年間置いといて、はい、なんか悪くなったとこはあるんですか？いや大変、タンクの中がすごかったです。蓋開かなくて、開けたらここの蓋にもう超もっこり、湯の花のようなガソリンのなんか変形したもの。なんだこれ。開けるの大変。へえ。ガソリンタンクだけはさすがに中古のやつ、程度のいいやつを見っけてで買い替えたんだけど、でもフレームも鉄のフレームなんでちょっと錆びてたから、フレームももう全部バラバラにして
FZR 線も全部バラバラにして、でフレームとホイールは新しく塗り直して。でもフロントフォーク、フロント周りはごっそりその FZR 線のもの、 3GM っていう、FZR 線の2台目になるのかな。でエンジンもそれで、スイングアームもそれで、リアホイールもそれ、 FZR 線で。だからもともと7班のやつで使ってるのがカウル類、タンクシート、フレーム以上みたいな。あとは全部 1000cc とニコイチ。あ、そういうのはもうほぼボルトオンでつくんですか。あの微妙な、あのシャフトの距離が違うから、ベアリングを違うのを変えたりとかっていうのがあるんですけど、もうそういうのもみんなデータが出てて、でもうこれを買えばそのままつきますよみたいな。だからメーターも FZR 線のそのままだから、だから電装系も全部 FZR 線のやつがそのままついちゃう。山本さんという大先生がいて、 FZ なら山本さんみたいな、でその人が細かいところ全部やってくれる、でもあまりにも手が早すぎて、僕がすごく楽しみにしてたバックステップのキットものの買って、さあつけようと思ったら、ちゃ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 、はいつきました、僕の楽しみが自分でやろうとしたのにもうね、まあ、一番最後はその山本さんのガレージに全部持ってって、で組み付けとかエンジン調整したりとかっていうのをやってもらって、うん、それショップさんなんですか。いやいや、個人で、好きでやってらっしゃる方で、でその時全部出来上がって乗ってたんだけど、あまりにも遅くて、なんだこれ、こんな 1000cc なのこんな遅いのっつって、でそこのガレージの、車種台があるんです。車種台で測った70馬力ぐらいしかない。でカタログ数値は145馬力あるんです。じゃあなんだこれ、キャンプおかしいんじゃねえんです、エアクリーナー詰まってんじゃねえのでエアクリーナー買い替えました、ダメで、加山さんしょうがない、これつけますかっつって FCR 持ってきてこれつけましょうっつって言って、安く出だしますからっつって、 ありがとうそのままつけたらあっという間に145馬力。へえ、倍になっちゃったんですか。そう、倍になっちゃった。うわ、これやっぱ早いねこれちょっとドキドキするかもみたいな。当時からその FZR 線とのニコイチっていうのは、割とポピュラーなチューニングだったようで、割とそのいろんな人がブログで書いてたりとか、情報はそれなりにはあったんだけど、でも実は微妙に さっき言ったベアリングの話だったりとか、でそのベアリングを使わない人はプラスチックのこういう板が、それの1ミリのやつを丸めて、でそのカラーの間に突っ込んで走ってたっていう人も結構いて、で当然何キロか走るとガタガタになっちゃう。でやっぱ詳しい人はそのベアリング違う車種とか他のなんかのベアリングがあって、でそれをつけるとそのシャフト系とスイングアームのこととまあちょうどいいのがあるよっていうのを教えてくれて、まあそういうのもその山本さんっていうのが、山本さんこれとこれとこれと買ってきてくださいって。小野太郎で買えますから、うん、あ、注文しておきますって言って、それを持ってまた山本ガレージに行ってみたいな。で最初新木場でバラしてた時は自分で作業するから写真を全然撮ってなくて、で気がついたらあ、終わってたで編集部でページ作るのに、しかし金子さん写真こんだけですかあ、すみません撮ってません作業に夢中になっちゃってそんなことがあって、だからそれで山本さんにやってもらえるようになって、自分がこう撮る方に専念ができたので、まあありがたい方
まあ、この辺の80年代のバイク、はいはいはい、みたいなもうなんか魅力とかそういったのってあるんですか。まずは僕にとってはこの大きさですよね。あの他の7班ってやっぱ CB の F とかああいうのも割とそのシートが腰高で、で足つく、足短いから足つくとツンツル手になっちゃったりとか、あと川崎系のバイクはやっぱ高いのもそうだし、でその取り回しが重かったりとか、で これは そのすごくコンパクトで、でもやっぱパワーがあって、で取り回しがしやすい。そもそもヤマハ大好きなんで。じゃあこれはもう当分買い替えるつもりもないですね。まあ多分ね、このままじゃないですかね。壊さないようにこけないように。